今これ木挽町中通りって大きい看板があるんですけど、私が子供の頃はもう銀座東って言ってて、木挽町っていう人あんまりいなかったんですよ。ただ、うずの父は築地で生まれてるから、昔はこの辺木挽町って言ってたんだぞっていうのは聞いてて知ってたのね。で、ただやっぱり木挽町っていうと、歌舞伎座ができた後あたりからみんなすごくいいねいいねって言ってくれてるんだけど、昔はそれ何っていう感じだったから、やっぱり銀座ってついた方がいいじゃないですか。だから私が子供の頃は銀座東銀座東って言ってて、言ってた。あ、そうなんだ。うん、この八百屋さんはね、タバコ屋さん。ああ、角のタバコ屋さそうん。そうそう、タバコ屋さんで、ちょっと上がりがまちにお菓子とかも売ってたんですよ。わかるわかる。サイコロキャラメルとか、みやこ昆布とか。初めは、綺麗なお姉さんがいて。いや、おばあちゃんだったんです、その時初めは。はおばあちゃんだおばあちゃんだった。そう。後からおばあちゃんになったんじゃない？いやいや、それは昔は誰でもお嬢さんでしょ。ああ、そうで、か。この並びにすだれを作る職人さんの家とかね。そう。うん、だあっから今ってもう全て、部職人さんか店舗かという感じですね。今ちょうど昭和通りへ出る途中なんですけれども、昭和通りってこれだけ幅広いじゃないですか。そうすると、ここが大体区切りだと思うでしょ。と、京橋小学校と大明小学校の学区域の区切りって昭和通りじゃないんですよ。どこなの？もうワンブロック銀座側に行くと、昔三十間堀って堀があって、それは江戸時代からあった堀なんだって。そうだね。うん、で、そこが区切りで、私すごい謎だったのが、なんで昭和通りで学区域が変わらないのってのと、あとお祭りがそうなんですよ。こう、東側は鉄砲水稲荷神社で、鉄砲さんのおみこしって昭和通りを渡ってワンブロック行って、で U ターンしてまたこっち側に東側に戻ってくるのね。あの向こう三王さんだからね。そう、銀座通りの方は山王神社なんですよ。で、なんで昭和通りじゃないのって思ったら、その今区分けされてる三十間堀のところが江戸時代からの区分けで、昭和通りって関東大震災の後にできた通り、大きい通りだから、それでやっとね、謎が解けたの。で、横断歩道橋ができたのが小学校の途中ぐらいなんですけど、うち銭湯が向こう側なんですよ。あそこの銭今湯。ちょうど「鹿」って書いてあるあたりに、松の湯さんっていう本当の昔ながらの木造の屋根の高い銭湯があって、うちはここだったので、これができたおかげで歩道橋を渡って銭湯行かなきゃいけなくて、すごい寒くてすごい嫌だったの。そうだよね。これだけうん、広い通りってなんか別世界だよそうね。なんですよ。そうだよね。ただ松野さん昔からあって、奥のビルの人なんかもよく来てて、あと銀座の方もコンパルーまで行くの大変だから、銀座1丁目2丁目の人たち結構来てて、で、向こう側の銀座側のエリアのおばさんとかも、ちょっと中可愛がってくれるおばさんとかがいて、で、昔の銭湯っていうのは、大体同じような人が来るから泥棒とかいないんですよ。わかりますよ。だから今は鍵のつくロッカーがあるけど、竹のかごだけで、そうだよね。で、竹のかごに脱いだものを入れて、で、上からバスタオルをかけておくんですよ。と、わそれかぞるれわバスタオルが好みがあるから、花柄のこういうのだとどこどこのなんとかちゃんだなっていうのが分かって、と、可愛がってくれるおばさんがクリスマスの時とかに、長靴の中に入ったお菓子とか、ああいうのをカゴの中に入れといてくれるんですよ。街で暮らして、街でいろいろといろんな人にその出会うことで社会を覚えたんだよね。そうなんだよね。それでどこに住んでたって？今度またもうちょっと築地の方へ戻ると、路地なんですよ、うちは。